い、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB よいさんです。今回は以前お部屋紹介をしたんですけれども、一部少しね、模様替えというか可愛くした場所があるのでご紹介していきたいと思います。ではカメラ隠します。はい、それがこちらです。ちょっと以前こんな感じの棚をご紹介したと思うんですけど、上をねこんな感じで可愛くしてみました。左に行くとこんな感じになってます。では早速ご紹介していきます。ここには上手にできたスイーツレコがありますね。はい、スイーツレコがあって、ここにはね千尋ちゃんからもらったイヤリングと手作りのペロペロキャンディーがあって、これはホワイトデーにいただいたお菓子があって、まだ食べてないんですけど、賞味期限が切れる前に食べないといけないんですけど、とっても可愛いので置いてあります。これは学校の卒業の時にもらったお花で、ここにはティッシュですね、マヤメロちゃんのティッシュケースがあります。ポケットティッシュを入れるタイプのちっちゃいサイズですね。ここの中にはマヤメロちゃんのチャームのところには飴が入ってます。ここにはシリアで買ったこんな感じの可愛いクッションを置いています。これはお友達からいただいた、はい、こちらのクマちゃんですね。可愛いので飾ってます。とこちらは100均のもので作った可愛い瓶なんですけれども、瓶の中にリボンを入れて、ここにリボンをつけてみました。はい、でここの中にはこちらキャンディーポットですね、手作りのキャンディーポットを置いています。こちらのものとこちらのものです。この中に入っているふわふわしたものは梱包の時に使うダイソーのものなんですけど、可愛いので入れてみました。こちらは以前購入品で紹介したこちらのお皿ですね。3個のお皿の中には、まずこちらは結構前に千尋ちゃんからもらったブレスレットと、上ちゃんからもらったレジンのものと、手作りのアイスと、マーブルちゃんからいただいたこちらのシャルロットケーキを置いてて、ここにはこんな感じの白クマのお人形を置いてます。ではカメラ隠します。もう一部壁をねちょっと可愛くしてみたので紹介するんですけれども、こんな感じです。勉強机の後ろですね。はい、このね右側にはこんな感じのスイーツレコの棚があったと思うんですけれども、こちらです。こんな感じでアリスのものを置いてみたりとか、上の方をご紹介していきます。ここにはねこんな感じのタグがあって、タグはこちらはなんか2枚ぐらいのものをメルカリで買ったものがあります。ここにはこんな感じで、こちらはカラフルスイーツちゃんからもらった作品とか、あとひなちゃんからもらったものだったりとか、こういったメモ帳とかダイソーで買ったものとか、セリーメイちゃんとかを飾ったりしています。こちらも上ちゃんからもらったネックレスが可愛いので飾っています。で、上にはこんな感じでね、こちらをミルクちゃんからもらったポストカードを飾ってます。すっごい可愛くてお気に入りなので、ミルクちゃんからもらったもの早速飾ってます。これはラプンツェルのこんな感じのフラッグっていうのかなですね。こんな感じで麻紐にウトピンをつけて作りました。ちなみにこんな感じで散らばってるのルームスティッカーっていうのかな、壁に貼るスティッカーはセリアで買ったものを壁に貼ってます。でこれはこんな感じでメモ帳のお裾分けを買ったものがあって、このウサギはねちょっと前にお菓子でホワイトデーにいただいたお菓子のケースなんですけど、すごく可愛いのでこちら飾ってます。でこのポットと時計はフェルトでできているものなんですけど、セリアで買いました。はい、こんな感じです。これもね、このポスターもセリアで買ったし、これは普通にこんな感じでクリーナーとかかけてます。ここにはディズニーの袋なんですけど、すごいこちらの袋が可愛いので、これ実はね表裏なんですけど、頑張ってここはくっついてるんですね。でこう開いて
こうなってるのを開いただけのものです。貼ってみました。ではカメラ隠します。はい、で次に私のねボックスあったじゃないですか。こういうボックスの中身がちょっと変わったので紹介していきます。このボックスの中にはこんな感じでこういうテープとかフレークシール、レターセット、竹井美希さんのマステがね20個ぐらい入ってます。ここに、はい、あららららすいません、めっちゃ落ちますね、すいません。なんかねもう片付けしないといけないんですけど、もう可愛くてたくさん溜まってきちゃって、はい、置いてます。ここの下にはメモ帳紹介で紹介したものが入ってます。よいしょ。で、このねケースのこのひらひらは前にパーツ紹介とか、パーツ紹介じゃない、作業場紹介とかでも紹介したものなんですけど、可愛いので私のあちらこちらのカラーボックスではこれを使ってます。この下の中に行くと、いやーすっごいたくさんあるんですけど、ペーパーナプキンがめっちゃ入ってます。ここにもペーパーナプキンとかあったり、まあこんな感じで折り紙たくさんとか、よいしょ、ラッピング袋だったり、いただいたポケットレターなどはバインダーに挟めてます。これはディズニーの袋があったりします。便箋とか封筒とかがあります。もうたくさんありすぎて、もうこれここの場所以外収納する場所がないのでほんと困りますね。これ以上あららら増えたら、これ突っ張り棒なんで後で刺しときます。ここにはねストックがあります。はい、ではカメラ隠します。次にマステを置いてある場所がね、たくさんマステが増えたのでご紹介していきます。はい、こちらの棚なんですけれども、ほんと手ぶれひどくてすみません。この中です。はい、この奥にこんな感じでね、こんな感じでマステも置いてます。こんな感じです。で、この奥にもまだまだマステラックがね、この奥にも、この奥にも入ってて、全部で、19段ですね。意外とあった。19段もないかな、わかんない、すいませんでこちらの段を奥にもたくさん入ってます。この3333、ちょっとすいませんとにかくたくさん入ってます。で、こんな感じでもう入りきらないマステはね、全部こんな感じで入っちゃってます。で、こっちも紹介していきます。この中にもマステが大量に入ってます。はい、たくさんありすぎて本当にもう困りますね。もうマステもね、この収納する場所がもう入んなくて、ここに置いてるんですけど、ここにももう置けないので、もうどこに収納しようって感じで、もうやばいです。なので本当にね、なのでこっちにね余ったマステとかを入れてたりするんですけれども、こちらは高級紅茶テープというもので1個1000円ぐらいしました。2つで2000円ぐらいかな。はい、こんな感じでたくさん入れています。ではカメラ隠します。はい、というわけで今回は私のお部屋の少し変わった場所の紹介でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。ちょっとね、今回片手で撮影してるのでバイバイがしにくいんですけど、バイバイ。